今キックオフ、ポーンと軽いボールを蹴り出しました鹿児島城西高校です。さあどこにボールを蹴ってくるのか、ゴール前には大迫勇也もいます。クラゾンも上がっている、ニアサイドに蹴った、シュート、ゴール、いやフラッグ上がっているか、どうですか今のオフサイド、オフサイドか、オフサイドです。で後ろにも2人飛び込んでましたからね、はい、大迫から12番の室谷が入っていってですね、そうですね、クラゾモが入りましたね。が東北プリンスリーグでは得点王ということでキャプテンを務めています。サブのメンバーは大迫、シュート、ゴール前、結構離れたところでも狙ってきますね、ポンツということになっています。さあそれでは両チームのベンチを呼んでみましょう。まずは青森山田高校は青森放送の青山英二アナウンサーです。その前にちょっと待ってください、青森山田高校です。さあここはよく止めた、ここは高橋雄二からのボール、コロコロっと転がっていったボールなんですけど、ちょっと、ね、一瞬逆を捉えた感じでしたけどね、ちょっとですね、はい、試合まだ前半14分経過、0対0のままです。さあ鹿児島城西シュート、今余裕を持って大迫勇也打ちましたね、はい、さあ山田7番の椎名、今度は左にボールを叩いた、後ろからバラックしてくる中島、うん、さあいい形、シュート持っていけるか、13番の野間、ここに憲法、憲法どこへ、シュート決まった、素晴らしい、青森山田高校憲法キャプテンが決めました。前半の17分、青森山田高校先制です。でしたね、あのね、ここでやっぱりボール持った選手を追い越して前にどんどん出てくるんですよね、はい、でもちろんこの、ね、コントロールからのシュートも素晴らしかったですけど、さあこのシーン、ね、うまくね、本当トラップからシュートまで早いですよね、はい、応援団もやっぱりその、すごいですね気持ちが、そうですよね、戦っているこの選手たちだけじゃないですからね、はい、さあ今度は鹿児島城西だ、9番の大阪、大阪ボール持って前シュート、これは抑えた、くしびき、ただこういう位置で本当大阪を持つと、こう2人ついててもね、そこを打開する技術持ってますよね、はい、ただこういうセットプレーになるとやっぱり風の影響というのは出てくると思うんですよ ね、それをうまく使わないといけないですよね。初中山シュート決まった、ミドルシュート決まった、北島、青森山田高校2点目、前半の24分です。今のもね、少しね伸びたかと思ったんですけど、はい、ボール沈んだと思うんですよね、回転とともに、うわこれはすごいですね、ちょっとアウトにかけて、はい、でここからちょっと落ちてますもんね、はい、将来は日の丸を背負う選手になってほしい、はい、ということで普段ですね指導していることはあまりないんですね、というのは自分 で、さあチャンス、シュート持っていけるか、あもう山田高校ボールを取りました、8番の高橋、いい形、7番のいい形、シュート持ってきた、入るか、入った、大迫のぞみ決めました、7番の大迫のぞみ、1点を返した鹿児島城西高校です。いやもう完全にこうゴールキーパーを抜き去りましたね、そうこれもね、大迫のぞみいいタイミングで2列目からディフェンスラインの裏に飛び抜けたと思うんですけれども、非常にいいタイミングでしたよね、でここもキーパーかわして落ち着いてゴールですよね。そしてここには10番の柴崎、柴崎が今上がってきています、ゴール前後ろからシュート、北島です、分かりましたと答えたんですけども、その中学時代頑張ったという大迫勇也のプレー、ぜひ皆さんご覧いただきましょう。ここはシュート、青森山田高校、そして今回はその優勝候補と言われるようになって2回目の出場ということで、今大会にこう思いを寄せています山田高校、今度は高いボール、椎名、7番の椎名です、このシーン、ちょっと角度なかったですけどね、ただ攻撃のこの、いや非常にいいですよね、だからやっぱりサイドからの攻撃、前半のロスタイムに入っています。第87回全国高校サッカー選手権の全国大会の1回戦です。そのギリギリまで来た、さあ来た、鹿児島城西自分で持っていくか、ゴールキーパー石田、決めた、1点目入った、大迫勇也、
対1になった時の落ち着きですよね。いつ笛が鳴ってもおかしくない時間帯。さあここで前半終了です。のキックオフになります。現在2対2。さあ青森山田高校キックオフです。先生のメッセージというのは青森山田高校の憲法のキャプテンマークにも描かれています。7番の大迫希鹿児島城西シュート大迫優也。相手をしっかり抑えてね、簡単なシュートじゃないんですけどね。さあ山田高校2対2のキックを破ることができるのか。シュート入ったか入らない。2点目を決めた時と同じようなですね、距離から。これシュートですけど難しい。よくこう体をかぶしてね、はい、広島城西の10番キャプテンの安田です。さあその城西の攻撃が続く。青森山田クリアします。しかしまだ続いている。さあ大迫1対1軽く入れた。逆転大迫優也、簡単に3点目を取ってきました。ここで奪われたんですけどね。でここでマイボールして裏ですよね。ここの裏に対しての反応がやっぱりね早いんですよ。とにかくしかもこの冷静さ、冷静さですよ ね前半と一緒ですよね。飛びボールへの意識が高い分、動き出しにつながっていると思うんですけどね。アンダー19日本代表候補、そして J1 鹿島入団内定している大迫優也、この試合では2点目を決めています。その大迫ボールがつながるか。また再び上勢ゴールを狙っていく。大迫ボールを持ったシュート。だから改めてこの大会の素晴らしさが分かりましたと。素敵な舞台は二度とないですから、この一瞬を思いっきり楽しんでほしいと。そうですか、はい、さあ9番大迫優也から。さあ出た3番2番の室谷が相当動いている、はい、さあ鹿児島城西攻撃に転じた。大迫優也ボールを持った。一旦後ろに戻した。7番の大迫希シュート。大迫優也一人がいるんですけども、はい、その周りの選手というのも本当に自由自在に動いてきますね。本当そうですね、はい、これはでもゴールキーパーよく反応しましたね。周りを使ってもちろん視野も広いですし、パスを出す、その後もう一個ね自分で動き出してボールをもらう形作れればね、はい、次の1点ということですよね。7番大迫希鹿ゴール前シュート。入るか入らない、入った決めた室谷。でこれは11番です、野村です。野村が決めました。このシーンです。サイドチェンジでここでねワンフェイク入れてまた縦突破するんですよね、はい、でしっかりこれ大迫のポジション見て中上げて最後こぼれ球ですけどね。ちゃんと詰めてますからね。今大会臨むにあたってですね、優勝候補優勝候補という声がいろんなメディアで伝えられて、そして来ました11番シュート。ーを切っている。2点を返せるか青森山田高校。さあ早い、戻ります。鹿児島城西平原、このスピード、これが平原の魅力です。後ろから野村、10番の柴崎、右に戻した。16番の山下、トップに入っている。この時間に入ってそういう形だ、トップに投入されてきました。11番の高谷、ゴール前山田、守護神伏見、もうほとんど時間はありません。ロスタイム3分、青森山田高校攻撃。さあ8番の高橋、いいゴール前出た、シュート。ゴールキーパー初戦突破、初戦突破の時間が近づいてきました。まだあるぞ。さあ青森山田高校は最後まで粘る。いいボール、いいボール、シュート決める。シュート高谷が決めた。最後の最後に1点を返した青森山田高校。4対3です。さあ残り時間はほとんどありません。さあ青森山田高校どうする。鹿児島城西としては初戦突破、さあ残り時間どう使う。鹿児島城西倉園、さあここで笛が鳴った、試合終了。鹿児島城西高校4対3、2回戦進出です。